ティートーノスをさらわんとするエオース。ルーブル美術館所蔵、ティートーノスは、ギリシア神話に登場する人物である。長母音を省略してティトノスとも表記される。イーリオス王ラオメドオンの子で、プリアーモス、ラムポス、クルティオス、ヒケターオーン、ヘイシオネー、キラ、アスティオケート兄弟。赤月の女神、エオースの夫で、エーマティオーンとメムノーンの父。一説に、アッサラコスと。 兄弟、ティートーノスは、美男子で、エーオースから熱烈に愛されたことで有名。神話によると、エーオースは彼をさらって、エチオピアに連れて行き、夫とした。ホメーロスは、エーオースが、ティートーノスと眠るベッドから、毎朝、夜明けをもたらすために起き上がると歌っている。このことから、ティートーノスは、しばしばエーオースの夫と呼ばれ、エーオースもまたティートーノスの妻と呼ばれた。 シケリアのディオドロスは、ティートーノスは、エチオピアに遠征し、エオースにメムノンを生ませたと述べている。ホメーロス風参加によると、エオースはゼウスに願い、ティートーノスを不死にしてもらった。ところが、不老にしてもらうのを忘れたため、若々しい間は、女神からの愛を享受していたが、老いが深まるとともに、エオースの足は遠のいていった。 それでも館の中で神々の飲食物で世話をしていたが体を動かすことができなくなった時ティートーノスを奥深い部屋に移して扉を閉ざし二度と近づかなかったしかしティートーノスは今も生きていてその声は扉の向こうから聞こえてくるという別の話によると追いさらばいたティートーノスは最後には声だけの存在となり A オスによってセミの姿に変えたとされるなお 子供のうちエマティオオーンはヘイラクレースに殺された。またメムノオーンはトロイア戦争でエチオピア勢を率いて戦った英雄である。ありがとうございます。